はいどうも皆さんこんこ今日はです,もですねビットコインイーサリアムと2名柄にありますが、えー、チャートの析をしていきますので是非最後までお付き合いいただけたらなというところではございますが本日ですね 8月の9日、えー、金曜日の花金でございますね。えー、ただいまの時間が午前11時15分というところで今日の動画を撮影しております。今日も京都でですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を毎日更新しております。今日の動画を見て参考になったな、ためになったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンしてチャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速始めていきますが。 えー、だいぶですね、喉の方の調子もグイグイと上がってきておりまして、えー、まあ、ほぼ、まあ、今だからだいたい75%から80%、えー、ぐらいかな、えー、ぐらいのところまで回復してきておりますので、まあ、来週からまた3名柄に戻せるかなというところなんですけど、多分皆さんですね、おい、リップルはと、結構声いただきましたね、えー、昨日の動画の時点ね。はい、なんで、えー、今週末、明日の動画ですね、明日の動画で、えー、総選挙、 したいいと思いますビットコンインサリアンそのままね、はいソラナが陥落するかどうかっていう戦いですね。はい、えー、3名柄目の総選挙を、えー、明日の動画で行いたいなと思いますので、推し銘柄をですね皆さん決めておいて、えー、明日の動画を、えー、でですね、えー、抽選方法というか、えー、投票方法です、ねはい、確認いただいて、えー、総選挙投票,投票してもらってですね3名柄目を皆さんで決めてください。はい、民主主義でいきます。 はい。ということで、まあ、さすがに見ていくんですが、え、一個だけえ告知しておきます。もうだいぶね、何回も告知しておりますが、えー、ビットゲットでですね、えー、モンスター級の、えー、キャンペーン中でございます。もうすでに100人ぐらいの方が参加したかな。はい。もうこんなんもらわなそなんで、はい。あの、何の障害もないです。はい。一つあるとするなら、えー、リンクから講座を解説するっていうことだけかな。はい。それがあとできれば、 えー、もう何も障害なく、えー、1000ドル分のポジションが宿るされます、まあ。内容でいくと、詳細でいくと、20ドルの、えー、証拠金に対して50倍のレバレッジをかけたポジションにはなりますけど、ロング、ショート自分で選べて、ビットコインの BTC、えー、USDT の、USDT 建ての、えー、ポジションですね、1000ドル分、10だから今やったら4万5000とか、それぐらいかな。 はい、円分の、えー、ポジションをもらうことができます。で、しかもですね、えー、この1000ドルの、えー、ポジション分は差し引かれますが、例えばですけど、この1000ドルのポジションが最終的に決済したときに、えー、1300ドルになってましたよっていう場合は、1300-1000で、残りの300ドル分は皆さん出金できる、えー、お金としてもらえます。要はもうプラスしかないってことです。リスクリワードで言ったらもう0100なんでね。はい なんで、こんなリスクリーワードのいいものございませんから、えー、ぜひ参加してみてください。参加方法はめちゃくちゃ簡単。この、えー、今すぐ講座解説っていうリンク、えー、ポストやったらね。はい。か、もしくは、えー、今日のですね、えー、固定コメント見てください。今日の動画の固定コメント、昨日の動画でもいい。 固定コメント見てもらったら僕が、えー、コメントしてます。その、えー、ビットゲットの口座解説するっていうリンクですね。同じリンクになります。こちらから口座解説するだけです。はい。そうすると、だいたいまあ2、3営業日後ぐらいに皆さんの特典センターの中の、えー、マイクーポン、クーポンのところに、えー、この1000ドルポジションもらえるよっていうクーポン届きます。で、えー、一応ですねビ、えー、バイビットもビットゲットもそうなんですが、KYC が必須になってますから、本人確認を完了させてもらって、えー、ポジション、えー、クーポンを使用してください。そしたら1000ドル分のポジションがエアドルされます。はい。 エアドローンなんでもらえますよ。これが例えば、えー、ロスカットになりました。何もあなたたちに傷はありません。はい。もう一切のリスクはゼロです。これに関してはね。はい。で、えー、その、もし、えー、利格になった場合は、その利益分ですね。1000ドル分を差し引いた利益分を皆さんのお金として使います。美味しいご飯食べてください。はい。めちゃくちゃ簡単、講座解説するだけ、入金もいりません。こんなの参加せんかったら、どうかしてるぜということでね。はい。えー、ぜひ。 えー、今日の、えー、動画の固定コメントもしくはポポ、ポストもね、固定ポストにしてますんで、はいそちらを見てください。はい、ということで、えー、早速ですね、ビットコインからチャート分析していきますが、皆さん、ね、爆上げしましたね。爆上げ、暴落から考えると爆上げでもないか。はい、まあ、それでもね、鬼り場って感じかな。はい鬼り場しまして、えー、今現状というところです。そこからの、えー、分析をやっていきたいなと思うんですけど、 正直ですね僕4万9000でね買いだよって話したんで、はい、ここで買えてる人はもう鬼爆撃ですよね1万3000ドラムぐらい、えー、戻ってますからまあここが最上級でしたで、まあ、短期もに関しても、まあ、かなりのポイント皆さんにお伝えできてると思うんでそこに関しても、えー、ほぼほぼ うん、見とってよかったレベルの、えー、動画の内容になってたんじゃないかなと思います。チャンネル登録してない方はぜひね、チャンネル登録していてください。これぐらいのね、えー、チャート分析は朝飯前でございます、ね。朝飯前、晩飯前、次の日の朝飯になって、その朝飯も前になるぐらいの朝飯前でございますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、えー、チャンネル登録していって,いってください。よろしくお願いします。はい。で、えー、ここから先のね、えー、未来の、えー、ポイントっていうのを押さえていきたいなと思うんですけど、まずこれ、冷やし見てます。 えー、鬼入り場しましたが、止まったところ、明確ですね。200EM はス,スルッと抜けましたけど、抵抗されたポイントは、まあ、4時間足で後で説明,説明しますが、4時間足で、えー、注目ポイントだった黄色の水平線。で、冷やしで考えると、25EM ですね。はい。こっから先ね、結構ね、強めの抵抗体多いです。 はい。なのでちょっと気をつけておいてください。特に冷やしレベルの抵抗体もあるのではい。その辺もしっかりと注目はしておいてください。まあ、この辺がて、えー、抵抗体ですね。僕の中ではこの黄色の水平線からこの緑のゾーン。この緑のゾーンに関しては冷やしレベルの抵抗体です。なぜかというと、レジ、サポ、サポ。要はレジサポ転換してるポイントですね。はい。ってことは意識体と考えられます。ってことはここは強い抵抗体で、えー、ある可能性が高いと。はい。いうところになりますので、えー、今現状はまだ えー、戻り売り水準にあるっていうところは抑えておくということですね。はい。もうここで4万9000でね、あの現物買ったりとか、例えばですけど、レバレッジ低めのね、えー、スイングのポジション構築してる人に関しては、えー、多少の部分理覚をして、このまま持ってきてると思うんですけど、もうここに関しては、もう買られたら、もう相当運悪いんで、もう放置でいいと思います、残りはね。えー、まあ、強いて言うなら200夢終わったら怖いんで、200夢の下にストップロス上げとくとかね。 はい、この辺にちょっとストップロス上げておく。要は、この辺の、この分の利益は確実に確保しますよっていう形を作っておくっていうのも一つあり。で、そのまま上狙っていくと。で、上どこまで上値予知、えー、この後ね、もし抵抗体抜けたとどこまで出ますかっていうところなんですけど、えー、63,500ですね。この緑のゾーン抜けた時点からですね、えー、直近の高値いっぱい、えー、6万8,000、えー、ちょめちょめですね。はい、6万8,000ちょいぐらいかな、400ぐらい。 はい。この辺りから直近の高値の切り下げラインがこの紫の、えー、トレンドラインですね。はい。よいしょ、ここね。この抵抗体は絶対注目よ。はい、1、2、3、4点効いてる抵抗体なんで、まあ、この辺ですよね。まあじ、横軸考えるともしかするとこの赤ゾーンとね、紫のゾーンが交わるようなところでぶち当たってくるかもしれませんので、この辺ですね。要は7万ドル付近。6万8千からな、えー、7万ドル付近ですね。ちょっとバッファ広めですけど、これに関してはちょっとね、トレンドラインも交わってるので、 あのー、勘弁してください。横軸によっては変わってくるからね。と、はい、いうことで、この紫の像までの上値打ちが出ますよというところです。逆を返すと、今、えー、ここからですねスイングのロング構築することはもう無理ですね。はい、時すでに遅す、はい。でございます。ここ、もしくはもうここで構築してなかったら、もうこんなところではスイングのロングは構築できませんので、はい、縦値が悪すぎます、スイングで考えてもね。例えばですよ、ここで、えー、スイングのロング考えました。じゃあ、ソニーラインどこですか さっっきも言った通り、まあ、200EM でギリギリいいかもしれないですけどここだとちょっと心持たないと、はい、で、まあ、49000、まあ、もしくは実態で考えてここまでで考えると、まあ、リスク自体はもうそもそもこんだけあるんですよね最低でもリスクをこれだけ払うんでリ,リワードがこんだけしかないわけですよじゃあ大体まあ1対1ぐらいですよねざっくり見てもらったら分かると思うけど、はい、リスクリワードが1対1のトレードは基本的には悪いトレードとされてますからこれでもし利益を取れたとしても反省点が残るトレードになってしまうと 結果的に買ったけどのけどがついちゃうってことですね。はい、なんで、ここに関しては僕の中では、えー、上抜けてからの、えー、パターンを取っていくしかないかなというふうに思います。もしくはもう、ね、C ていうなら 200EMA というところの損りラインを設定して、こんだけのリスクで、えー、これだけのリワードを狙っていく。まあ、それでもちょっとリスクリワード、そこまでめちゃくちゃ良くはないかなと。ま,あ、まだましかな。はい、200EMA であればね。はい で、えー、もしくはこの緑のゾーン上抜けからこの緑のゾーンを背にしたロングを構築するとそしたら背はねある程度近いのでまあこんだけのリワード同じリワードですけどリスクをある程度減少できるとヘッジできるとそしたらこのトレード自体はいいトレードでなおかつもしそれが利益で、えー、残った場合は二重、まあ、丸のトレード花丸のトレードができると、はい、年柄年中晴れ晴れ なんで今、ギョピちゃん出てきたのやろな <laughs> 金魚。なぜ金魚注意報のオープニングテーマが出てきたかちょっとわかりませんけど。はい。えー、そんなところでございますので。まあ、このあたりは冷やしレベルで見ておいてください。スイングで考えるとこんな感じ。で、えー、じゃあショート打ちたい人はここってことですよ。はい。この緑の像を上抜けるまではショート打てるポイントになります。えー、平時のショート持っおきましょうよっていうところですね。はい。こんなんも基本的に僕が抵抗体といった時点でもう頭の中に、あ、じゃあここでショートとかってひらめけないといけないと。はい。えー、いうところですね。 はい、この 25AMA からこの緑のゾーンまで、例えばですけど、売り上がっていくような形、差し根、ね、ばらまいといてもいいしね。はい、で、緑のゾーン上抜けられたら損切り。で、ここでロング持ってますよっていう人だったら、そのままロング伸ばせばいいし、この辺でもいいですね。十分ね。はい、上抜けていったら、次はここがターゲットのロングを引っ張っていくだけ。伸ば,伸ばしていくだけ。で、今、新規でロング持ってない人は、上抜けた後にロングを、えー、構築していくだけの、えー、お話でございます。イーズイモードですね。 ほい。で、続きましてが、えー、四ヨ関数。ヨー関数ですね。ヨー関数もね、二、えー、25位目上抜けた後、大きくどんどんどんと伸びてきました。これに関してはもう昨日の時点でこの赤のゾーン上抜けたら、えー、ロングやでって話してたので、えー、完璧な、えー、分析、えー、精度の高い分析を皆さんにお届けできるんじゃないかなと思います。はい、えー。この分析、毎日投稿しております。はい。チャンネル登録してない方、チャンネル登録しておいてください。ビットコイン、えー、仮想通貨に関しては、もう5年ね、えー、チャート分析続けてきておりますので、 まあ、ある程度、えー、チャート分析をで言えば、えー、スペシャリストでございます。はい。で、僕の動画見てるとね、えー、チャート分析のやり方みたいなところも細かく解説してますから、そのあたりも、えー、知識が深まりますので、はい。人に頼らず自分でチャート分析したいなっていう方も見ておいてもらえると、まあ、いいポイントっていうのが、えー、自分でも見つけれるようになるというコンセプトのもとですね、動画の方をお届けしておりますので、チャンネル登録は忘れずにお願いいたします。はい。 4時関詞が、えー、こんな感じ。4時えー、25円目、赤のゾーンですね。これ、また1時関詞で説明します。はいえー、25円目、上抜けた後、えー、大きく伸びてきましたよと。ただ、抵抗されたポイントも明確であるよと。はい、直近の、ここの安値の黄色の水平線ですね。はい、これに関しては、さっき出てましたが、どういうところですか、はい、過去を見てください,、はい。レジ、レジ、サポ、サポ、 ああレジサポ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 レジレジと、はい、レジサポ転換がっちりしてる、えー、黄色の水星,星ですね。そこで抵抗されました。そこにもう一本、えー、200EMA と4時間足 200EMA。日、ね、本の矢が揃ってましたよ。そりゃ抵抗されるわやなというところでございました。はいまあ、こういったレジサポ転換、えー、してるポイント、ね、多く、えー、見受けられると思うんですけど、こういうところを、ね、うまく発見できると、まあえー、抵抗されるポイントであったりとかサポートされるポイントっていうのはある程度 理解できるようにはなってくるんじゃないかなと思います。はい。で、今回もレジサポ転換されたところ、200 m a が交わるところで抵抗されて、今現状というところです。はい。じゃあ、こっからどうしたらいいのって話なんですけど、上抜けパターンはもうさっきのビットコインと同じですね。えー、ごめんなさい。えー、冷やしで説明したのと一緒ですね。はい。この黄色の水平線200 m a ね。で、この緑のゾーンがありますから、このあたりを上抜けた後しか、基本的には狙っていけませんよと。はい。上抜けパターンやとね。で、もう一個でいくと、押し目をつけるパターンですね。はい。 この25湯目との帰りを埋めに来るパターンが、えー、起こり得るので、この辺りからさらにロング持っていくと。で、そうなってくると、まあ、うまくですね、雲、えー、の上抜けですね、今、下降雲の中に突っ込んできてるんですけど、ね、そのまま雲の上抜けが、えー、成功して、雲の上限とかでサポートされる形にもなりますから、25湯目と雲の上限、この辺りを、えー、サポートラインに、えー、してですね、はい、上がっていくのを、えー、ロングで拾っていくと。ここの、ね、動きはしっかりと注目してお,おいてくださいよというところです。 だいまあ、各格でいうと、まあ、あくまでざっくりやで、えー、59,500とかかな。はい、この辺まで押してきたら、4時間足レベルでロングは拾っていけますよというところです。はい。なんで、ロングが、えー、ロングが打てるのであれば、えー、2パターンですね。上抜けパターンからの、えー、展開を拾っていくか、もしくは、押し目を拾っていくか、この2パターンです。もう、基礎中の基礎ですね。はい。セオリー中のセオリーの、えー、話をしてますが、えー、こういったところをしっかりと狙っていきましょうというところです。 で、ショート打ちたい人は、この200 m a 黄色の水平線、さっきの、えー、冷やしと一緒ですね、緑のゾーンまで、えー、売り上がっていく。まあ、ここに関しては、目線はそこまで冷やしと変わりませんので、はい、どっちかっていうと、えー、4時間足の200 m a を使うっていうのがプラスアルファされたかな。はい、なんで、黄色の水平線がちょっと強めの低応えに見えるよと。なんで、ここを背にしたショートを1本持っておいて、25円まで押してきてくれたらロング持っていく。両立てもありかなっていうポイントになってます。はい、このあたりを参考にしてみてください。よいしょ、4時間足あとそんなところですね。 でそのまま1時間発、えー、1時間数も、えー、基本的には昨日言った時点で、えー、この赤のゾーンですね、ここ上抜けたらロングだよって話してましたが、えー、赤のス線ェー水、えー、水ゾーン上抜けた後、えー、大きく上がってきました。で、25位目はちょこっと下車位が出てますけど、ほぼ割ってない想定になるし、これね、面白いところがあります、これも。もうちょっとアップにしないと見えないから、グイグイと寄りますが、ぐいぐいぐいと寄ります。はいこの、えー この下髭ですね、ここ、ここで水平線引いてみてください。よいしょ、おもろいよね。ね、直近の安値にドンピシャですよ。ここね、直近の安値にドンピシャ水平線。ね、ちょっとサポートもあったりとかして、ねまあ、レジサポートは呼べないかなっていう感じではあるけどね、はい、直近の安値に、えー、一旦タッチしに来てくれて買、えー、買いやすいポイントくれましたね。はい まあ、ほんまここで買ってるのが一番ベストですけどね。ここはちょっとね、あの、ラインがないので買いにくいかなというところね。はい。なんで、まあ、上抜けから、えー、入っていく。で、えー、ロング入って、で、まあ、リワード、えー、リスクはね、こんだけ取らないといけないんですけど、その分のリワードは十分あったかなというふうに思います。はい。これだけのリスクを取って、えー、これだけのリワードを、えー、もらいに行くっていう感じね。はい。で、考えたら十分、リスクリワードとしても問題なしというところですので、まあ、ここに関しては特に問題なしだったかなというところですね。 まあもう明らかにこの赤のゾーン抵抗されたもんね。めちゃくちゃ抵抗されてますよね。抵抗の跡がある。ってことは、上抜けた後はこんだけ上に降ってくるっていうのも、えー、想像しやすいかなと思います。で、それの、まあ、原理原則みたいなところに関しては、まあここ数日間の、えー、チャート分析の中でどっかで説明してるんで、はい、また過去の動画見てください。はい。長くなっちゃうんで。よいしょ。 まあけど、セオリー通り25円目を背にしてロングでもよかったし、上抜けからのロングでもよかったし、どっちもよかったですね。はい。で、直近の安値、ね、の水平線でエントリーするっていう2本のや揃ってるので、ここはエントリーしやすかったかなと思います。えー、勇気のチャート分析的にはね。はい。なんで僕のチャート分析を追っかけてくれてる人は、ここでロングさせてる可能性もあるし、ここでロング持ってるよっていう人もいるかなと思います。はい。これに関しては特に問題なかったかなっていうところですね。まあこれはこあくまで復習結果論です。では、こっからですね。 こっからはねねねちょっと、ね、難しいんですよ、ね、まあ一応押し目は拾っていく計算でいいんですけどまあこのウェッジのね、えー、上限下限があったりするんですけどその辺を背にしたロングはあ持っててもいいかなと思うし、えー、ここゴールデンクロスしますよね200 e m a が25 e エメを下から上にえーと25 e エメが200 e エメを下から上に抜いていってる形ねゴールデンクロスが起こりますからまあその25 e エメ200 e エメを割るまではロングでいいと思います。 はい、なんで、この辺がロングゾーンになるかなっていうところですね。はい。なんで、これも一緒。直近の高値、えー、ここですね。水平線引いてもらって、この水平線、ちょっとさっき水平線引こうか。よいしょ。ここね、この水平線引いてもらって、これサポートライン、レジサポート転換するかもしらんなっていうラインにします。で、それに、えー、合わせて25 m が上がってきます。で、200 m もちょっと右肩上がりになってますね。はい、こんな感じになってる。で、上限、下限。まあ、下限はちょっと難しいかな。はい。まあ、下限も。 今ちょうどサポートはしてるそうですけどね、はいそこ抜けてきた後でもこの上限の裏タッチね、ね緑の水平線、えー、2 5 m a 200EMA、やっぱこんだけまとまってると、どっかしらでサポートされる、えー、可能性が高まりますから、まあ、ここがざっくりと、えー、ロングゾーンになると、まあ、59,800とかかな、はい、この辺りが、えー、1時間シルベルと押してきた時に入っていきやすいポイントになるかなと思いますので、まあ、この辺りをですね、しっかりと注目しておいてもらえると、えー、短期の、えー、スキャルピングレベル、 ののの、えー、ポジションっていいいうのも構築しやすすくなななるんじゃないかなと思いますのでこの辺りはぜひ参考にしてみてみください。はいそんなところですな、えー、ビットコインに関してはね、はい、この辺りを見といてもらえるといいかなというところでございました。イーサリアム。では、イーサリアム行きましょう。イーサリアムに関してはもうちょっと上値余地ありそうやね。よいしょ、えー。ビットコインに関しては、えー、ビットコインと相対すると、ビットコインの値違いが今この辺ですね。要は25円目に近接しましたよね。冷やしのね。 はい、これ今イーサリアムの冷やしですよ、はい。この辺りに近接してました。で、イーサリアムに関しては今の値打ちがここですね。ってことは、これだけまだ上値余地ありそうだなっていう、えー、見え方にはなるかなと思います。ただ、この直上のね、あの緑の水平ゾーン、ここがちょっと強めの抵抗体になりえるので、まあ、この辺りちょっとケアかなっていうところですね。はいなんでまあこ ショート打ちたい人は、この抵抗体盤で戻ってきたら、まあちょうど25名もある程度追っかけてくると思うんで、25名上抜けるまでのショートっていう形かな。はい。平時のショートを持っておけるポイントはここだけかなと思います。はい。冷やしレベルはね。はい。戻ってきたところはこの辺りで打っていけそうだというところですね。はい。なんでこの辺りを見ておいてもらえるといいかなというところでございます。よいしょ。で、4時間足これに関してはもう昨日、えー ポジションの取り方は、えー、説明してたので、もうすでに今ロング持ってるよっていう人じゃないと、今現状ちょっと今からすぐロングっていうのは厳しいかなっていうところですね。はい。何を言ったかっていうと、よいしょ、ここのチャートパターンですね。はい。えー、上がってくるときは基本的に右肩上がりのダブルボトムが出やすいんだよっていう話。で、ネックラインはこの赤のゾーンだよっていう話をしました。はい。で、ここの水平線は取れなかったんですよね。イーサイルムに関していくとね、割ってるんでね。 じゃあ次どこで取るのこの赤のゾーンを上抜けた時にロング持っていきやっていう話を昨日したので今ロング持っててない人はちょっと判断が遅いというところですねでこっからもし押してきてくれた場合はここで拾っていけると思うんで、えー、この 25EMA とかこの水平線を使ってロングサイド入れていってくださいという感じです、はい、入れていくことを僕は考えてますなんでここで、えー、ロングで抜けたあと押し目を作ってくれるんやったらロング入っていきやすいなっていうところ でさっき言ってた、えー、冷やしレベルの25イベントの改良を埋め切ったら、一旦部分、えー、部分利確もしくは利確してしまう感じになるかなというところですね。はい、特に何の、えー、疑問もない、えー、チャートになってます。はい。もうほんまにやりやすい感じですね。はい。分かりやすい上げ方してくれました。騙しっぽくね、上抜けてすぐ下抜け、続落みたいなことも起こってないんで、今現状、含み益かなと。 で、抵抗台に一応差し当たってはいるので、まあ、短期で一回、ね、ちょこっと部分利確3分の1とかね、はい、部分利確して利益を確保しておくっていうのも一つありかなと思いますが、まあ、どの道この赤のゾーンの上抜けからのロングっていうのはばっちり決まってるんじゃないかというふうに思います。よいしょ。で、そのまま1時間足。よいしょ。このゾーンをちょっと引っ張りますね。よいしょ。 うーん、特に言うことないかなうん、ここの赤のゾーン、赤の水平線がレジタボ転換してますね、一旦ね。ちょっとしたって感じですけど、そんな大きく押してないんでね。はい、ただ、この赤の水平線がレジタボ転換して、今現状の意識ラインとして、えー、見えるようになりましたので、まあ、この辺りまで押してきてくれたら、ロングは入っていきやすいかなと思います。大、え、体、ー、いい2600ぐらいですね。イーサイレムの価格帯でいくとね。 はいで抵抗されたポイントはもう明確ですよね、この赤の水平線の200 e m a 1時間足ね、はいもうここだけですね、はいで抵抗されてます。なんで、まあここ抜けきれへんかったから、一旦一旦押してます。なので、その押しをまあ、どう拾っていくかっていう方が、基本的には優位性が高いかなと思います。はいもうショート打ちたい人は、もう持ってないといけないですね、200 e m a この水平線、赤の水平線、このあたりで、ショート1本持っておくって感じかな、持っておいたらセーフやったっていう感じかな。 ここでショート入っていくと、ね、サポート、レジサポ転換してるのが2600と言ってるんで、ね、ここでロング入り、えー、ショート入ります。じゃあリスクこんだけあります。リワードもこんだけしかありません。ね、1対1にも満たないぐらいのリスクリワードになっちゃいますから、ここでのショートはもう無理ですね。はい。よいしょ。なので、まあ、冷やし、えー、1時間シでベルと、今、ショートは打ちづらい状況になってしまったというところです。よいしょ。1時間してじゃあどこでショート打ったらいいのってとこなんですけど、 まあ、例えばですけど、ここからね、25m の返りを埋めて、このね、えー、水平線あたりで1回跳ねます。で、次のここですよね。2点目、200EMA を背にしたショート。まあ、要はダブルトップを狙ったショート。もしくはダブルトップが決まってからのショート。まあ、こんな感じかなと思います。はい。この他でショート打つんやったら、もうこの赤のゾーンを再度割ってからですね。 はい、この赤のゾーンが強い抵抗体でそれを上抜けた後大きく伸びてますこの赤の赤ゾーンを再度割り込んでくるようなことがあれば、えー、それこそねこういう感じで3ゾーン型を作られて下落っていう方向性の方が優位、えー、性が高まりますから、まあ、それに関してはここをケアするためにここからは目線切り替えという感じですね赤のゾーン割れからはちょっと一旦警戒という感じになります。 なんで、まあ、ここから先の、えー、ショートをどこで拾っていくかっていう考え方はありかなと思いますが、今現状、こんだけ、ね、抵抗体上抜いて、ね、ある程度上値余地も出てきているところで、えー、ショートっていうのはちょっとリスクが高く、ま、なっているかなというふうには思いますので、まあ、そのあたりはしっかりと、えー、自分の中で、えー、ケアはしておいてください。うーんと、イーサリムに関してもそんなところかな。うん、結構今、本当にね分かりやすいチャートやったんで、あのーほん 細かく言うことがないというか、ね、僕の動画見続けてく,くれてる方やと、まあ、ある程度、ひらめきやすい、あのーねえー、チャート形状やったんじゃないかなというふうには思います。まあ、要は、昨日の動画でちらっと言ったんかな、あのー、全部取ることはできないんで、トレーダーって。やっぱり苦手なところ、得意なところ、ね、ある出てくるんですよ、得て、増え手が出てくるんで、その得てのところをしっかりと、えー、狙いすまして取、えー、っていくっていうことが大事。で苦手だな,なと思ったら逃げることも大事。 うん、だから今得意だなと思うんやったらしっかりと攻めたらいいし、ね、今ちょっと自分的になんかこう目線がピントは合ってないなみたいなちょっとブレが目立つなとかずれてるなっていう感じがするんやったら一旦とあの相場から離れてトレードから離れて、まあ、チャートをしっかりと見つめ直すとか一回こう頭をリフレッシュするっていう方に振った方が僕はいいと思ってます、はい、それに関してはもう長年やってると徐々に分かってきます今俺合ってないなみたいな 僕もあるんで、正直多分動画見てるとね、うわ、こいつ今めっちゃ外しまくってるやんみたいなこと、やっぱ出てくるんですよ。それに関しては僕多分その時苦手っす。<laughs> はい。<laughs> あの、その苦手っていうところを、あのー、認めない人多いんですけど、あの、認めないと先に進めないんで、要は、避けれないから、その苦手の部分を。苦手なところを、ちゃんと自分で理解するっていうのも結構大事かなと思うので、まあそこに関してはやりながらしか分からないんで、まずやっていくことで、はい。で、えー、カバーしていってもらえるといいかなというふうに思います。ただ今に関しては、まあかなりね、あのー、ビタッと。 えー、僕の分析当てはまる部分があるかなと思うので、まあ、そこに関してはしっかりと参考にしてもらってこいつ今外しまくってなって思うときはすっと良いから離れてもらって勇気 <laughs> の,のリスクヘッジも、えー、してもらったらいいんじゃないかなと。 いいうところでございます僕も全知全能のね、あのゼウスじゃないですから、はい、一生相場当て続けてるんやったらね、この動画配信してませんので、ある意味僕の勉強でもあるんでね、このアウトプットしていくっていうのは。はい、なんで、まあ皆さんは僕の勉強を見ながらえ、一緒に勉強していくみたいな感じのイメージで動画を追っかけてもらえると、まあ楽しく見続けてもらえるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、このトーク力を持ってる、えー、このね、仮想通貨界隈の YouTuber さん一人もいないですよ。はい。僕しかいないでね、唯一無二あるなと思ってます。自分で、自画自賛。はい。なので、あの、ぜひですね、今日の動画が参考になったな、ためになったなと、面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたは、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンを押して、チャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたします。さあ、ということで、えー、以上で終わりたいと思いますが、えー、ボトにも言いましたが、ビットゲートからね、えー、今、えー、モンスターキャンペーン、投下中でございます。はい。 えー、何もしなくていいです。何もしなくていいことないな。はい。ご挟まれするだけで。えー、入金もいりません。えー、まあ、本人確認は必要ですけどね。はい。するだけでも1000ドルのポジションがエアドルされます。はい。えー。まあ、詳細は20ドルの証拠、えー、金に対して50倍のレバレッジがかかったポジションをエアドルしてもらえると。はい。なので、それがもし強制ロスカットになったとしても、えー、一切の傷はございません。はい。なんで、得しかないということですね。はい。損はしないし、えー、得した場合はもうすべてが得になると。 利益になるということになりますので、ぜひですね、今日の動画の概要欄、固定コメントですね、の URL、口座解説のリンク、もしくはこの固定ポストにしてます、X のね、の URL、リンクから口座解説してください。じゃあ、2、3営業日後ぐらいにクーポン届きます。で、KYC して、そのクーポンを使ってください。1000ドルのドローを受け入れます。で、それがもしね、1000ドルのポジション分の うんと最初の資金ですね、初期資金は抜かれますが、差し引かれますが、えー、1300ドルになった場合は、残りの300ドルは、ちゃんと、えー、出金できる、まあ、本当のお金というか、USDT ですね、をもらうことができますので、まあ、それを元にまたさらに増や,増やしていくもよし、それを出金してもらって、美味しいご飯を食べるもよしと、えー、いうことになっておりますので、えー、この、えー、最大キャンペーンですね、は、えー、ぜひ受け取っておいてくださいただでもらえますほい。 ということで、えー、今日は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で、明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー